アマルフィは、辛抱イ一による日本の小説。題名は、イタリアのユネスコ世界遺産、アマルフィ海岸のある町アマルフィより、外交官シリーズの第一作。アマルフィマホが、プロット作りに参加した2009年のフジテレビ開局50周年、記念映画、アマルフィ女神の報酬の最初のプロットを元にした作品。イタリアを舞台として、 日本人少女の誘拐に橋を発した事件に、日本の外交官、黒田工作が立ち向かう。外務省や大使館の組織内部や官僚批判も鋭く描かれ、キリスト教やイスラム教の宗教観や国際情勢を含んだ社会問題を絡めたスケールの大きな物語が展開する。また、イタリアならではのバチカン専用列車やユーロスターも登場する。 映画と同じ物語ではなく、最初のプロットで執筆したのは本人曰く最初のアイデアが気に入っていたので諦めがたかったとのこと。そのため映画とは登場人物の設定や物語の展開が大きく異なる。映画の脚本についてはスタッフがロケハンをしてきた資料をもとに話の整合性を整えていくのが辛抱の役割だったため一人で書き上げたわけではない。 小説家仲間にこれが自分の脚本だとは思われたくないとの理由で脚本という肩書きを辞退し原作とのみクレジットされている。最終的に脚本を仕上げたはずのフジテレビの西谷広志監督もなぜか辞退したため脚本のクレジットなしで公開され物議を醸した。後段者文庫版で外交官シリーズのシリーズタイトルが付された。 クリスマスが間近に迫ったイタリアローマで一人の日本人少女が誘拐される。法人保護担当特別領事として外務省職員の黒田は協力を申し出る。黒田とは逆になるべく関わらずに済ませたい腰の重い日本大使館の職員。娘の危機に動転する母、サエコ。身の代金の受け渡しの場所に犯人が指定してきたのはローマから遠く離れたアマルフィ。だが、 金の受け渡しは失敗に終わり、少女は戻らない。サエコが掴んだ情報をもとに、黒田は独自に調査を進めていく。そして、犯人の真の狙いが判明していく。黒田工作外務省法人担当特別領事。39歳。父親の仕事の都合でかつてミラノに住んでいたことがあり、イタリア語に堪能。英語圏に暮らしていたこともあり、 父の趣味であるライフル競技で世界を飛び回っていたこともある。入賞直後、スペイン語の研修で中米の母国を訪れた際、大使の不正の事実を突き止め本省に報告したが、事実はもみ消され、大使は続投、黒田が帰国させられた。その後、経歴に目をつけられ、片岡が設立しようとしていた法人テロ対策室のスペシャリストとして要請され、 世界各地の大使館へ特別領事として送り込まれては不正の目を摘んできた。矢上サ子三34歳。神奈川県出身、目黒区在住。シングルマザー。英国系の大手銀行、コックス銀行東京支店に勤めている。夫との思い出の地アマルフィの海を窓かに見せたくて、イタリアへ旅行に来た。矢上窓かサ子の娘。9歳。 ブルーアース環境団体。青い地球を守ろうという理念のもと、世界各地で紛争の種と赤い血を撒き散らしている。中島周一、田中博正名義のパスポートで入国し、サミット妨害を企んでいた。竹下在ギリシャ日本大使館法人保護担当領事、片岡広次外務省事務次官。黒田の実力を認めているが、自分に迷惑が及ぶようならば、 すぐに切り捨てる冷徹さを持つ。足立ちからえ交換保。大使館内では一番若く、雑用を押し付けられることも多いが、仕事に対して熱意は持っている。ロレンツォイタリア人の公用車運転手。50代。武藤昭彦在イタリア日本大使館総務責任者。34歳。東大出身のキャリア一等書記官。今村直也在イタリア日本大使館警備担当者。 42歳。警察からの出向組。埼玉県警の警備畑を歩いてきた。英語しか話せない。菊原和夫在イタリア日本大使。身長が160センチメートルなく、そのせいもあって存在感がない。本省時代は片岡と出世争いをした。西野敏明在イタリア日本大使館参事官。56歳。ノンキャリアながら、 学生時代のイタリア留学経験を生かして、その道のスペシャリストとして歩いてきた。中肉中勢で、取り柄のない丸顔。目立たないことでは大使に引けを取らない。本来の大使館のナンバーには講師だが、実質的には西野が務めている。タミヤ・正在イタリア日本大使館講師。長期休暇を年内いっぱい取っており、日本に帰国中。川越渡る外務大臣。 イタリア大使館で三時間を務めた後、政界に進出し、わずか3期目で外務大臣に任命された。三時間時代に取りまとめに奔走した、テベレ川上流域の日医共同開発事業の超印式に出席するために、イタリアへ赴もむく。ルーク本名は、イアン・ルージン。妻、ライザと生まれてくるはずだった子供を、ある県で亡くしている。計画に5年を費やした。 ビショップ気まじめで誠実すぎる嫌いがある。どんな些細なミスも許そうとしない。ルークの上役のような立場。谷本剛康安史26歳。あだちが来るまでは最年少で、地元スタッフからは、ぼっちゃんと呼ばれていた。年下のあだちが入ったことで仕事を押し付けるようになる。ジャンカンビオイタリア国家警察警備局警視。堺在イタリア日本大使館広報文化部。 ジョバンニ・バルトリーニ・イタリア国家警察警部。ハバ・ヨシミ・イタリア日本大使館ローカルスタッフ。ヤガミ・ミチコ・サイコの母親。三永・ナガ・マリコ・ミネルバ・セキュリティ資材部アシスタント。日本からの出向スタッフ。会社の規則上表立って、協力はできないが、サイコに、社員名簿を送る。ニック・アンジェリス・ミネルバ・セキュリティ社員。マドカの誘拐の5日前に、 サエコの宿泊するホテルの監視カメラの保守点検を担当した。カルロウルシーにマルセルシモンの名を語って、ミネルバセキュリティにアルバイトとして潜入していた男。主にホテルの警備を担当していた。ニックの点検作業を食い入るように眺めていたらしい。マルセルシモン武道の作付けが悪く生活に困り、金と引き換えに身分をカルロに貸した。 アンソニー・ハーディング・コックス銀行ロンドン本店、EU 統括部長。マドカの身の代金を用意する際、出張のついでだからとわざわざ、ローマ支店まで来た。マルティーニ・イタリア外相。調印式に出席予定。ジルバー・ゾ・ミネルバ・セキュリティ・社員。コンピュータルーム室長、ニコライ・アントノフ・ロシア外相。熱心なカトリック信者。川越との会談を、急遽キャンセルする。 本作は映画版の初期プロットを元にしているため映画版と設定や展開が大幅に違う。雑誌ダヴィンチ6月号にて2006年フジテレビ開局50周年記念映画のプロット作りへの参加に誘われたのがきっかけと語っている。その時点ですでに小田裕二が主演でイタリアでロケをすることだけが先に決まっていた。 とにかく50周年なので、海外を舞台に派手に盛り上げたい。とプロデューサーに強く言われたという。月刊シナリオ2009年11月号の市場で、フジテレビの薄井博士氏プロデューサーが、辛抱の意見として語っている。詳しくは、映画アマルフィメガミの報酬の脚本家無記名問題の項を参照。ありがとうございます。